for facts. But right now, there's some good games on PS5, especially next year for Spider-Man. Ooh, that's a good one. いつの間にか雨が止んでいたか。止まった雨は戦いの幕が開けたことを意味する。この声は。不届きなる者に神が天罰を与える時間だ。は、懐かしいの。つい先ほどお前のことを思い返していたところだ。だが、よもやこんな場所で再会するとは思ってもみなかった。Of course. Thank you for stopping by, for giving a like. Thank you, bro. Really do appreciate it.見ない間に随分と。いい女になったもんだの。木の葉の者がここに何用だ。暁のリーダーを調べにの。しかしそこでお前が引っかかるとは。ということは、残りのヤシコとナガト、そのどちらかがペインということか。No, it's okay. And, is it okay for tomorrow? Because I don't have my Switch right now. I get my Switch tomorrow. And we could definitely verse this. Plus, I gotta hook it up to the...to my Elgato, so you know I could be streaming it. If that's okay for you for tomorrow, for the 1v1 on Switch, because I better be having my Switch. You ようになったの。すでにあなたと私たちは異なる立ち位置にある。願いも思想もあの頃とは違うのよ、ジライア先生。ジライア先生か。Alright, I will see you tomorrow with the verses. I feel like you're really, really good at the game. Yeah, you're really, really good. You must be an expert. なぜ暁に見ようとした?お前はあの三人の中でも。とりわけ優しい心の持ち主だったはず。そんなお前がなぜ。先生はあれからの私たちを知らない。何が起こり、何を考え、何のために生き抜いたか。コナン。所詮、先生に私たちを理解することなどできない。あなたはもう過去の人。暁にあだなす者は誰であろうと関係ない。ただ消すのみ。共に過ごした時間は短くとも、あの時わしとお前たちは間違いなく師弟だった。かつての弟子の不始末、師であるこのわしがケリをつけねばなるまい。無駄なこと。無駄かどうかはやってみなければわかるまい。今より舞うは爆発同時の暴れ舞い、氷点同時の超絶忍術、斧が眼に焼き付けるがいい。
さすがにやるわね。だが、私はただの時間稼ぎ。なんだと？あなたの相手は彼がやる。ついに対面の時。というわけか。Bro, I'm about to cry. Oh, I am about to cry because they're about to do something that. I'm about to cry. この先に奴がいる。おそらく激しい戦いになるだろう。何が出てくるかの。お久しぶりです、ジライア先生。ん？お前は？やはり間違いないようだな。昔見た時と変わらぬ、あの時と同じ瞳をしている。あれは雨が暮れて三人と生活し始めていくつか経過した頃、世が乱れまくっていた時代だ。当然のように追い剥ぎや窃盗が多発し、被害は大人だけでなく子供にまで広がっていた。注意はしていたものの、長門たちにもその刃は向けられ、ついには岩隠れの住人に襲われる事態が発生した。だが現場に駆けつけたわしが見たものは、倒れた岩隠れの忍びと傷ついた弥彦、そしてリンネガンを宿した長門だった。リンネガンは忍びの始祖といわれる陸道仙人が有していた最も崇高とされる瞳。それは世が乱れた時に天より使わされるものだとされていたが、まさか本当にリンネガンを持つ者が存在するとは。外見はだいぶ変わったが、その目、やはりお前がペインだったか。But Jiraiya, get out of there, Jiraiya! Get out of there!と
ということはヤヒコのやつもいるのか。ヤヒコ、いたな、そんなやつも。いた？だと？とっくに死んだよ、そんなやつ。コナン同様、やはりお前も昔のナガトではないのか。どうした？一体何があった？何も、ただ戦いがあるだけだ。永遠と続く戦いの連鎖。何を言っている？ここでは人が死にすぎる。それらの痛みが俺を成長させた。先生、あなたはまだ人でしかない。だが、俺は無限に続く戦いの中で人からさらに成長したんだ。そう、神へとな。まさかお前が冗談を言うようになるとはな。しかも自らを神などと。くだらぬ成長をしたようだな、ナガト。ただの人であるあんたにこの俺は理解できない。お前の目的は一体何だ？なぜ暁などという組織を作り美獣を集める？あんたはどうせ死ぬ。だから教えてやろう。俺たちは美獣を集め新しい禁術を開発する。その術一つ使用しただけで大国さえも潰せる最大最強の禁術兵器だ。バカな、そんな兵器を作ってどうする？争う国々にその兵器を渡すのだ。するとどうだ、奴らはその力を必ず使うだろう。それにより多くの人が一瞬で死に絶え、結果人は戦慄し恐怖を覚え、そして人々が、国が、世界が痛みを知るのだ。その恐怖心が抑止力を生み、争いはなくなる。わかるか？俺の与える痛みによって人が成長するのだ。それがお前の役目だというのか？そうだ、俺は平和主義者の神だからな。冗談もそこまで行くと笑えんの。もはや引き返せんところまで来ているようだな、お前は。最初から俺に引き返すという選択肢はない。ただ神として痛みを世界に与えるだけだ。もういい。お前たち三人はわしの弟子として正しく成長してくれるものだと信じていた。大切なものを守るためにその力を使ってくれるものだと疑わなかった。わしの見込み違いだったようだ。もはや言葉は不要。世界のドクたるお前たちは責任を持ってわしが始末する。それが死としてお前たちにやってやれる最後の役目だ。コナン、お前は下がっている。ここは俺一人で十分だ。分かった。さて、始めるか。
ぞ、先生。痛みを知れ。痛みは世界を成長させ。言ってもわからんなら容赦せんぞ。勝負、わしの勝ちよ。ラバケンさんは戻れ。俺だ。千人も。いない。遅いの。遅いの。なんだ。久しぶりじゃな、ジライアちゃん。かしらに、姉さん。どうか、お力添えを。Yeah.
せる。Like and sub, my boy. This one's a tough one. あんたにこんな現実があったとはな。ナガト。僕はただ二人を守りたい。どんなに痛みを伴うことがあったとしても。なぜお前がこんな風に。さよならだ。終わったの。It's not done.It's not done, man. It's not done. Oh, man. Get out of there, man. さすがリンリガン、しぶとかったな。こんな場所にお呼びしてすみませんでしたの。あとはゆっくり休んでくだされ。わしもこの部屋へ戻って。油断はするなとあなたが教わったはずだが、ジライア先生。小僧、大丈夫か？なんとか。どういうことじゃ？ペインはまだいたというのか？ That ain't pain!I ain't gonna lie, I wanna see the pose though. I wanna see the pose. Hey! Stun on them, people! Stun on them! Say, hey! Let's keep it right there. Stun on them real quick. Stun on them, but still, fuck them. それは俺たち6人全員を指し示す呼び名だ。お前は、その顔は、ヤヒコ。なぜお前が死ぬ。俺にヤヒコの面影を見た。やはりかつての死だけは。なぜだ。なぜお前がリンネガンを持っている。どういうことじゃ、ジライエタ。かつての弟子の一人があの中にいます。ただその子はあの目を持ってはいなかった。なんじゃと。随分昔のことじゃ。
思い違いだったということはないのか。いえ、リンネガンは間違いなくナガトが宿していた。この記憶は誤りではありませぬ。じゃあ何じゃ、リンネガンには本物と偽物があるとでも言うんか。いや、さっき戦った奴らの努力は並のものじゃなかった。おそらく新しく出てきた奴らの目も偽物ということはないじゃろう。どうした？初めにいたあの男もナガトであるという証拠はどこにもない。いや、むしろわしの知るナガトとは違和感がある。もしわしがただ勘違いをしているだけで、あのナガトが偽物だとしたら、そうだとしたら、今目の前にいる6人の中には、どうした？本物はいない。いやいや、ちゃん、何をこそこそと話をしている。今さら策でもあるというのか。だが、どんな策を講じたところで結末は変わらぬ。我らが前ではどのような策も通じない。お前たちにあるのはただの死、それだけだ。構造、体が言うことを聞かぬか。そうか。姉さんは逃げてくだされ。ここからはわし一人でいい。おい、何を言っておる。ダメじゃ、ジダイヤちゃん一人でどうにかなる相手ではない。二人にはつなげの奴にペインの情報を届けていただきたいのです。何の情報もなしに帰ったんじゃ、あいつに怒られ。うわ、ジライアちゃん。なあ、ぎわしもすぐにわに戻りますので。
ジライアちゃんの言うことも一理ある。奴の情報をコノハまで届けることこそ今最も優先すべきこと。それにな、ジライアちゃんはすでに覚悟を固めておる。男の覚悟を簡単に曲げたらいけん。姉さんの手料理をいただきたいのですが、頼まれてくれますかな。小僧、Yo, like and sub, like and sub, like and sub. This is gonna be a good one. Like and sub. Yo, they doing me bad. I can't block. No, don't jump. No way, they fucking me.
No, move! No way, they're gonna do me this bad. Oh my god! よくここまで粘って褒めてやる。だが、くそ、気が遠くなる。わしは死ぬ。すぐ自分の言葉は曲げねえ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。ナルト、賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前はどんな時も諦めなかった。ならば、死であるわしが、お前の死であるわしが、諦めるわけにはいかんの。しぶといな。もう諦めろ。わしが諦めるの。諦めろ。なんと失敗ばかりの物語だったろうか。おまけに何も残すことができず、まさに無名の物語。形のない何もない、ただの
引き継いでくれる者がいる。渦巻き、ナルト。お前と会えて、お前と共に歩いて、お前と共に笑って、お前と共にいることができて、何よりわしの意志を受け継いでくれて。私の物語も捨てたもんじゃなかったようだ。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。さて、この物語ももう終わりだ。そろそろペンを置くとしよう。おお、続編のタイトルは何がいいかの。そうだの。渦巻きナルト物語。うん。それがいい。伝説の三人、ジライアもついに死す。だが、ここまで苦戦したのはいつぶりか。さすがは我が師と称えておこう。終わったわね。ああ。これからどうする？マダラからの命令を遂行する。じゃあ。ああ、準備ができ次第木の葉へ向かい、九尾を捕獲する。